ではトヨタ自動車サンホークスのチーム紹介を始めます。どうもサンホークスです。それでは司会を務めさせていただきます。8番山岡隆二です。19番大根太郎です。9番バレーボーラー平尾大地です。3番プロゲーマー田辺剛です。10番トヨタ自動車川内大です。せーの、よろしくお願いします。それでは続いてトヨタ自動車サンホークスのアピール選手を紹介します。まずは大野選手です。お願いします。はい、大根太郎です。自分のアピールポイントは可愛さです。 SNS を活用しています。よく反応しますので皆さんぜひ絡みに来てください。続いて平野選手です。お願いします。はい、平野大地です。昨年 V3 リーグで一番足技が上手い選手でランキング1位を打たれました。ありがとうございます。今年は V2 リーグで一番足技が上手い選手を目指して頑張っていきます。それでは実践します。アスケ町のコーラン系です。今からコーラン系のいいところを紹介します。もみじが綺麗です。空気が、美味しいです。食べ歩きもできます。川がとても綺麗です。夜になったらライトアップするのでとても綺麗になります。コーラン系に行くまでがとても綺麗です。雰囲気もとてもあります。いや、いいところありすぎ。皆さん、ぜひ試合とコーラン系セットで見に来てください。最後に今シーズンの意気込みです。今シーズンのホームゲームは岐阜県多治見市と下呂市で開催されます。昨シーズンは2回戦で勝利し V2 に復帰しました。 V2 では上位目指して、頑張りますので、今シーズンも応援よろしくお願いします。これでチーム紹介を終わります。せーの、サンホークスでした。バイバーイ。